マムさん、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 マムさん攻撃して、はい、アメ状態で、これジャス回避もらって、で、セキュリチでどっちも捕まえて、オッケー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 。どうもココナスです。今回は七部会を使用した外役編成使っていこうかなと思います。この七部会何がいいかと言いますと、このサポートがめちゃくちゃ強いんですよね。状態以上の効果は 30% 延長することができるってことで、これ大抵がフェス限キャラでなかなかゲットしづらい。だからさっきみたいなガチャでこう七部会ゲットできるっていうのは、めちゃくちゃにいいガチャなんじゃないかなというふうに思っております。で、僕結構ね、動画で外役ロマン編成とかやるときに、この七部会のパーティーよく使えますので、今回は4キャラ分ね、外役キャラを使って、この七部会がいかに大事なのかってことをね、やっていきたいと思いますんで、外役ロマンキャラ4000やっていきましょう。どうぞ。はい、そういうことで、ペロスペローやっていきたいと思います。ペロスペローもね、この飴状態、キャンディーマン状態がかなりね、うざい、七部会やるとかなりうざい、状態以上になっております。ということで、頑張っていきましょう。やばって、めっちゃしゃっくりですよ。めちゃくちゃしゃっくりですよ、今、やばい。あー、危ないよ。いやーな、シャンクスいるんだよな、今回。あ、でも待てよ、シャンクスはあれ、ゾロさんが状態以上解除してくれたら普通にでかくね。あ、でかっ、それでかすぎる。オッケー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 、でかすぎ。で、これで状態以上めちゃくちゃ延長できると、これめちゃくちゃ強いんだよね。で、ここはシンプルに避けてからの、あー、いた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 。いや、でも大丈夫。マムさんてかママに対しても結構強く出れるのがこの、そう、ペロスペロになりますので、まあ今何あれ関係ないんだけど、状態以上入れて、まあ今七部会そんな関係はないんですけれども、うん、まあしっかりとね、ここからアメアメをぶち込んでいきたい所存ではある。さあ、ここはシンプルにお願いして大丈夫か。オッケー。それはでも取り終わり際しっかりとアメ捕まえて、あ、いいよ。で、ここからしっかりと回復ぶち込んでからの七部会条件内になして、上書きしてアメアメ状態長くして、しっかりとボコボコにして、はい、ドン。オッケー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 。これがめちゃくちゃ強いんだよね。七部会やるとキャンディーマン状態がかなり長くなりますので、そっから今みたいにね、一方的にボコボコに殴るだけの編成になっております。これ取れるでかい。あそこはどうだろうな。まあ、一旦アメアメ入れても大丈夫だが、ここは、あ、待って、これ BOT か。ワンチャンワンチャン BOT。 いや、これスキル使わずにそのままゾロが倒してくれると思うね。から、様子見て、いや、これもうゾロさんに上お願いしちゃおう。俺下行こう。で、そっから待てよ、これ全員アメアメ入れるわ。全員アメアメ入れて、はい、ヘブインボンボン。で、ここマムにアメアメ入れて、オッケー、でかすぎ。で、ここでザンドがザンドがザンドがドンと、ジャスカヒもらって、いいよ。マジで強い。ペロスペロ意外と強いんだよね、本当に。こういうところがね。あそこはめ、あー、シャンクスは無理だ。あ、待って、でも、覇気のないシャンクスはワンチャンあるぞ。覇気のないシャンクスはちょっと詰めるか。スキルに溜まってるかな、そろそろ。これ上行く？あ、上行ったね。オッケー。であれば、そのまま無視しといて、そのままちょっと飴入れて、はい、飴捕まえて、いいよ、でかすぎ、シールド貼って、でかすぎ。で、ここで、ジャンデカ、ジャンデカ、ジャンデカ、ジャンと、マムさん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 攻撃して、はい、飴状態で、これジャス回避もらって、で、スキル1でどっちも捕まえて、オッケー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 。はい、ジャンデカ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 、ジャンと、で、捕まえてからの、これスキル1に入れて、はい、でかすぎるで壁貼って、で、シールド内に隠れて、いや、待って、今の一瞬かなり強くなって、飴入れて、はい、オッケー、関係なくマムさんボコボコにして、はい、で、七部会は関係ないんだけどシンプルに強いと。オッケー。えぐー、今の一瞬えぐかったな。いや、あれはちょっとゾロさん覇気状態解除してくれないと かなりきつい。私は今の一瞬マジで良かったよね。ああいう感じでやっぱ捕まえるの強いんだよね。あ、これスキル被らないようにしとこ。ただマムさんが来てるんだけど、まあ、これ一発入れといてからの、オッケー、クククしといて、オッケー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 。で、ここはキャンディーメイデンしといて、これも KO もぎ取っていけるから、マムさんに雨入れて、あ、オッケーいいよ。で、ここ一発入れてからの、キングさんと二人で取ってからの雨状態入れて、こっち守って、あっち雨状態になってますやん。っていうような感じで、しっかり入れるとね、マジでキャンディーマン強いのよ。バウンティーラッシュ以外のゲーム実況チャンネル、ココナスポのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、まず外役歌姫やっていきたいと思います。今回ですね、七部会サポートに入れることによって、まあ、どうなるかと言いますと、まあ、シンプルにね、歌うたの時間が長くなりますと、で、歌うたの時間が長くなりますと、あーかぶってしょ、いや、そこ取られたくない。オッケー、取られたくない、ジャス回避。まあ、歌うた状態が長くなりますと、まあ、一方的にね、ボコボコにすることができますよというような感じでございます。まあ、今シールドもなければあれもないんできついんですけれども、やればギリンギリン。いやー、ちょっとこれ耐えれるか。いや、無理だな。シールドもスキルもない歌ちょっと弱いんだよな。早く溜まれ早く溜まれ早く溜まれ。ワンチャン溜まる。オッケーオッケー、来た来た来た。これ捕まえて、いや、でも今七部会も関係ないんだけど、まあ、一旦ちょっと倒しといて、でかいんで取れる。あ、待って、肉でかいな、後ろの。しかもここ取れたのちょっとでかいな。肉でしっかりと 70% 維持して、で、七部会入れると、まあ、歌った時間が長くなりますので、そこから一方的にね、
ボコボコに殴る、かつ、レッドジンベエを入れておりますので、はい、しっかりと逆襲ぶち込んどいて、だいたい4回ぐらいですかね、クリティカル発生させれば、スキル1が感知しますよというような編成になっておりますと。あれは破棄解除待ち、あれは破棄解除待ちしといて、3、はい、はい。で、これ回誘っといてからの歌歌。はい、OK。で、ここでお父さんも関係なく、七部会なので、もうめちゃくちゃ延長。はい、安心安全でボコすことができますと。いうような安心編成。強いよね。んで、ここら辺はキング飛んでた。いや、これシャンクス、またこっち来るか。破棄状態ジャス。いや、それと、当たってるかな。いや、待てよ。でも、ここはスキル2が溜まるので大丈夫と。シャンクス2のカウンター方法は、スキル2だね。ジャス回避もらっといてからの、ダン、ぶっ刺し。オッケー、しっかりと鳥貴族。からの様子見させてインしといてからの、速攻歌歌捕まえる。はい、で、七部会入れてますので、今回はめちゃくちゃ長いよ。はい、二人しかも捕まえてたね。長いよ、今回の七部会は。っていうような感じで、最悪歌姫になっております。マジで強いよね。ナイス。ってことでベンベックマンやっていきたいと思います。ベン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 はね、この威圧状態を延長させることによって敵にね何もできなくさせる時間を長くさせると。失礼、害悪だよね。普通にうざいと思うわ、威圧状態って。っていうのを短縮していくというような編成になっております。ここで威圧入れるでしょ。で、何もできなくすると。で、これキングも何もできないんで、で、今回一部会入れてますんでね、なんかこのキングさんね、思ったよりも何もできないなってね、なると思う。からここはもう追いかけてどんどんぶん殴る。ただただそれだけ。で、ここら辺はしっかりと守っていきたいところではある。一発飛ばしといて、ジャスカー紐らっといて、威圧状態入れて、はい、何もできなくさせて、はい、強い。っていうような感じで、一方的にボコボコに殴っていきましょうやと。で、これ一発入るでしょ、回誘うでしょ。でも、これ開始したとて、はい、溜まってないんで、威圧状態は解除されませんと。いや、マジで強いんだよね、これが。待って、これ、おしゃプレイ行こうかな、一旦。大体ここら辺でしょ。ここら辺立ったと見かけ、あ、違った。全然違った。全然違った。ここちょっと守っていきたいな。ここカイドウさんとちょっと変わりたいな。オッケーオッケー。ちょっと守ります。いた。ここは状態以上 80% 短縮ありますので、任せてくださいなと。で、ここ威圧状態入れて何もできなくさせて。あ、オッケーオッケー。いやー、カイドウさん。いやー、オッケーよ。一旦ここゲージ溜めさせてもらって、あっち取られちゃったけど、80% 以上はね、やっぱキープしていきたいんだよね。しっかりとね。から様子を見させていただきながら、威圧状態で、これ待って、おしゃプレイあるな。あー、質にやられてった。オッケー。じゃあそっちちょっと真ん中削られたか。あっち守ったってはいいか。オッケー。こっちじゃちょっと守ってきますか。歌に対しても結構ね、歌わない。ほい。あ、大丈夫。歌はね、80% 以上状態以上短縮あるからね、そんな怖くないんだよね。これジャス回避。で、回誘ってからいいやつ状態。はい、まず一旦おでんさん何もできないと。で、ここはシンプルに、吹っ飛ばせば大丈夫だから、吹っ飛ばして邪魔しないで。吹っ飛ばしてれば大丈夫だから、こんな感じで、ある程度守れば、あとは裏にね、ゲッタで買った方が強いので、最後は守っていきたいと思います。いや、じゃあ、ベン使うなよ、みたいな。いや、溜めるとこだけ溜めて、みたいなね、話でございますから、ここしっかりとダンバンさせてからのジャス回避もらって。で、歌はちょっとめんどくさいんだけど、こっちサーと、いやー、振動と歌とのハーモニー。いや、しんどいな。さあ、ちょっともう一発いきたいと思うんですけど、いやー、待ってよ、あそこ、あ、なるほどね、凍傷があったと。お宝エリア内だったら強いんですけれども、それ、いや、これ一旦威圧入れといて、あー、ギリ届かなかったか。ジャズ回避、オッケー、であれば大丈夫。飛ばして、ここしんどいな。あれ、でも味方さんいなかったっけ、ここ。飛んでった？あれ、いなかったっけ、味方さん。そこは危ない。いや、あそこは歌にめがけて、竹原ピストル、バーン強すぎる。ここのちょっと投手はめんどくさいんだけど、いや、あっちワンチャン取れそうだな。待って、キングあそこ取れそうなのでかくね。あ、でかー。そっち取りに行こう、守りに行こう。こっちいたベンベックマン特に何かやったかと言われたら何もやってるわけではないんだけど、スコアでも6000ぐらい稼いでるから、ベンさんでもいいよね、これね。ということで、ナゴミやっていきたいと思います。ナゴミはスキル1にともにね、七部会があるとかなり強いキャラになっております。逆に言うと、スキルってか七部会がないと、かなりね弱いキャラにはなっておりますと。はい、ここでしっかりと味方さん援護入れといて、この状態以上が、めちゃくちゃに長いんだよね。自分の無敵時間、そして、その相手のなごみ時間、これがめちゃくちゃに長くて強いと。待て、相手まだ攻撃できないからね、危ない。ここちょっと助けてほしいマムスさん、そのままちょっと 1.5 貯めてもらえないでしょうかというところでございますが、一旦ここ無敵入れといて、ここマムさん守れないと結構痛みなところは、OK、ここぶち込んどいて、はい、うざい。これガチでうざいよね、なごみのこれ。今、昔に比べたら強い。弱い、耐久。はい、ということで、もう一発いきたいと思います。いや、マムさんそっち行ったか、ちょっと真ん
中の方が取られたくないな、メガワークバー。一旦ここちょっと守っといて、オッケー、しっかりと。また飛ばされる、危ない。さあ、ここちょっと回避、いやいや、待って、死んでる死んでる。ちょっと俺のアングル死んでるよ。ここは確実に守っていきたいところではある。1、2の3でといて、オッケーオッケー。いや、回避遅延、こんな強すぎるよな、ほんとにな。ほんとに意味わかんないよね。てか、こういう、ちょっとね、カイドウとか、まあ、マムさんみたいなキャラがちょっと増えすぎてね、若干ナゴミンの株が下がってるには下がってるんですけれども、もうカイドウ強すぎ。いやー、カイドウマジで強いよな、本当にね。いや、あそこもマムさん守りきれるかな。あ、もういけるかな、無理そうだな。一旦これ相手にお肉取られないようにしといて、まあ一旦ここ何もできなくさせときますか。でもこれね、あれ被るんだよな、燃焼が。うん、あ、ほらね、こうなるから、まあんまやっぱきついかもな、環境ちょっとね。まあうん、オッケー。ここしっかりとダウンさせときたい。ここはちょっと距離を置かせてもらって、危ない。で、ブースト来たんで一旦無敵入れといて、まあ、やめて、マムスさんのね、燃焼とか、まあ、カイドの回復不能とかが被っちゃうんで、そこがね、かなりしんどいところでありますね、というところである。ちょ、これ掴めないかな、そのまんま。あー、やべえ、やべえ、終わる終わる。ちょ、終わった、ちょ、一発、おい、KO できた、すごい、やるある、KO、KO で、取れる、取れる。あー、ナゴミしんどいわ。